グリフォンにユニコーンにドラゴンに、伝説の生き物ってどうしてこんなにかっこいいんだろうな。あら、なんだか面白そうな本を読んでるわね、タヌキさん。あ、キツネさんだ。今神話生物図鑑を読んでたんだよ。ねえねえ、ところでキツネさんって実在しない生き物にも詳しいよね。神話に出てくるようなペガサスとかも詳しかったりするの？ペガサスね、実在しないって言ってるけど、そのあたりの生き物は昔本当に実在すると思われていたのよ。いや、ひょっとすると見つかってないだけで今でも実在しているかもしれないわ。え、それってどういう？というわけで今回は実在すると言われた伝説の生き物の化石について紹介していくわ。神話に登場するような生き物は現代では実在しない生き物とか、いろんな人の伝承やイメージによって作られたものだとよく言われているけど、実はそんな生物たちの元となった化石が存在していて、それの化石をもとにこんな姿なのではとイメージが作られた伝説の生き物もたくさんいるのよ。伝説の生き物の化石とかめちゃくちゃテンション上がるんですけど、今回はそんな噂の元になった化石を紹介していくわ。まず最初に紹介するのはグリフォンよ。かっこいい伝説の生き物の代表だよね。グリフォンはワシの翼と頭を持ち、ライオンの体を持つ伝説上の生き物で、コーカサス山中に生息し、鋭いカギ爪で牛や馬をスートを掴んで飛べたという言い伝えがあり、神話ではセウスやアポローンなど天上の神たちの車を引く役目を担ったり、黄金を守り奪おうとしてきた人間を引き裂くという伝承も存在するわ。グリフォンの化石とか実在するのかな？そのグリフォンのモデルになったと言われる化石がこちら。ん？なんかイメージとだいぶ違うような。これは白亜紀後期、約8300万から7000万年前にモンゴルに生息していた草食恐竜、プロトケラトプスと呼ばれる小型角竜の化石で、体長は2メートルほど、人間と並んでも膝上ぐらいの大きさしかなかったそうよ。このサイズってもはやペットにできるレベルなのでは？頭の形も全然違うし、本当にこれがグリフォンの元になったの？この化石がグリフォンの元になったと主張したのは研究者のアドリアン・メイヤー氏で、彼はグリフォンを作り出したゴビ砂漠で鉱山を守っていた古代ギリシャ人が、発掘されたプロトケラトプスの化石に影響を受けたものではないかと推測しているのよ。実際、グリフォンに共通する四つ足で尖った口を持ち、肩の骨も出ている点と、この化石がゴビ砂漠で発見されているという共通点から、可能性はゼロじゃないわ。一部だけ見つかったりしてたなら、それもありえそうだよね。次に紹介するのはサイクロプスよ。サイクロプスは、ギリシャ神話に登場するキュクロープスと呼ばれる一つ目の巨人で、場所や時代によって神や怪物など様々な姿になっているサイクロプスだけど、どれにも共通しているのは一つ目の巨人であるということね。僕もゲームとかで名前は聞いたことがあるぞ。でも一つ目の生き物なんて実在するのかな？そのモデルになったのはこちらの化石。うわ、本当に一つ目の化石じゃん。古代には目が一つしかない生き物もいたなんてびっくりだな。と思うでしょ。実はこれ象の化石で、一つ目のように見える空洞は鼻孔にあたるわ。なんだって？人間の頭蓋骨を思い出してほしいんだけど、鼻の部分に空洞があるでしょ。象は大きな鼻を持っているから、それに比例して鼻孔もこのように大きく、頭骨からでは側面の目の場所も分かりづらいことから、一つ目の巨人の化石ではないかと長年勘違いされてきたのよ。確かにこの骨から象のあの顔は絶対想像つかない。サイクロプスを想像した古代ギリシャ人が実物の像を見たことないと仮定すると、シチリア島に一つ目の巨人がいたと信じていたものの、1300年頃に同じ場所でマンモスの化石が見つかっていることから、サイクロプスは化石の勘違いによって生まれたのではないかと推測されているわ。次に紹介するのはテングの爪よ。テングといえば日本に古くから伝わる神とも妖怪とも言われる伝説上の生き物で、エマブシの服装で赤い顔をしていたり、翼で空を飛んだり、超人的な力を持つことから、霊峰と言われる山には必ず天狗がいると言われ、山の伝承とは切っても切れない存在で、写真に写っているものが悪霊を遠ざける天狗の爪としてお守りにされているわ。これ、僕なんとなく分かっちゃったんだけど。あら、やっぱり。これ、天狗の爪じゃなくてサメの歯とかじゃない？正解正解。日本ではその昔、サメの大きな歯を天狗の爪と呼んで重宝しており、日本でも新生代の地層からはサメの化石が発掘されているんだけど、そのうち最も大きなサメ
体長15メートルを超えるメガロドンの歯が天狗の爪と呼ばれるわ。実際、岩手県の龍源寺や中尊寺でも、この天狗の爪が時報として伝わっていて、そこでは、源義経が鞍馬寺から持ってきたものと言われているものの、どんな目的で持ち込んできたものなのか、多くが謎に包まれているのよ。ヨーロッパでもかつてサメの歯の化石が、下石という名前で、鳥の下の化石だと考えられ、中世では、秘密の効能のある薬として重宝され、悪魔払いの効能があったと言われているわ。このように、動物の爪や牙は、その形や艶から、呪術的なものとして扱われることが多く、正体が分かった私たちが見ても、不思議なパワーがあるように見えてくるわね。僕も一つ欲しくなってきたぞ。次に紹介するのはユニコーンよ。ユニコーンは額に、螺旋状の筋が入った一本の角が生えた馬の姿をした伝説上の生き物で、馬や鹿よりも速く、非常に獰猛で、相手が象であっても恐れず向かっていき、その長い角で、どんな硬いものでも突き通すことができたと言われているわ。モンハンにもこんなモンスター出てたよね。ユニコーンの存在については古くから言い伝えられており、その角には水を浄化し、毒を中和するという不思議な力があると言われ、ひいては、痙攣や転換など人間のありとあらゆる病気を治す力があるとまで言われるようになったわ。そんな万能薬みたいなのあったら絶対欲しいよね。そんな中、中世ヨーロッパでデンマークの船乗りがあるものを発見したわ。お、なんだあの白くて細長いものは、これは。この長さといい鋭さといい、これはユニコーンの角に間違いない。そう信じてヨーロッパへ持ち帰り、それがユニコーンの角だと話して回り、それまで角の見た目がどんなものか知らなかった人々は、長く鋭利で、螺旋状の神秘的な見た目から、ユニコーンの角だと信じて疑わなかったわ。え、これマジでユニコーンの角じゃないの？大発見じゃん。ところがどっこい、これは、北極海に生息する一角の角であることが後に判明。一角は、この角のようなものを、高度な感覚器として使っているんだけど、実際は角ではなく、口の中から伸びた異常に長い牙であることも分かっているわ。こんなに前に突き出た牙とか想像できないでしょ。蓋を開けてみると、特別な効能などは特にない、ただの一角の牙だったんだけど、その見た目は、ユニコーンよりも珍妙な動物というオチだったわけね。次に紹介するのは、トグロを巻いた蛇よ。トグロを巻いた蛇？アンモナイトの化石にしか見えないけど。そう、これは何を隠そう、アンモナイトの写真よ。どういうこと？写真を用意できなかったってこと？そうじゃなくて、アンモナイトの化石は、かつてトグロを巻いた蛇の化石と考えられ、中世ヨーロッパではスネークストーンとも呼ばれていたのよ。そう言われると、確かにそういう見方もできるね。当時は、ただの化石としてではなく、セイヒルダが蛇を石に変える力があったことから、その力によってもたらされた奇跡が形になったものと考えられていたのよね。アンモナイトの化石は、世界のいろんな場所で発掘されているんだけど、インドのヒンドゥー教では、この化石がビシュヌ神の持っている法輪、チャクラムや、その化身や象徴であるという言い伝えがあるわ。場所によっていろんな見方があるって面白いな。次に紹介するのはシーサーペントよ。シーサーペントは、海で目撃される、細長い巨大な体を持っているユーマの総称で、日本では大海蛇と呼ばれ、船を襲う怪物として中世以降世界中で目撃されているが、こんな巨大生物が船を襲ってくるとか恐ろしすぎる。その見た目は、縦髪のような毛が生えていた、という哺乳類的な特徴の他に、巨大な蛇やワニのような形で、爬虫類的な特徴を思わせる証言があり、ネッシーやメガマウスなどの目撃情報があるたび、シーサーペントの正体ではないかと話題になったわ。しかし、1840年にある人物が4000万年前に生息していたと思われる海洋生物の化石を発見し、それを組み立てたところ、全長35メートルもある巨大生物が出来上がったわ。クジラもびっくりの大きさじゃん。現存する生物で一番大きなシロナガスクジラでも、平均25メートルしかないからね。組み上げた彼はその化石を、ハイドロアルコス、水の王と名付け、当時のプロイセン王にそれを売りつけ、ロイヤルアナトミカルミュージアムに展示することに。しかし、彼はその後も、ハイドロアルコスの化石を手に入れ、シカゴの美術館館長に売りつけ、一気に大金を手にすることになったわ。1845年には化石を再び入手し、ニューヨークで、大海蛇店でハイドロアルコスを展示し、一人当たり25セントの入場料を得て儲けていたそうよ。
なんでそんなに何度も化石が手に入ってるの？まあ、みんな彼にまんまと騙されてしまったわけね。彼が組み上げたハイドロアルコスは、不完全な2体のバシロサウルスの化石を使った作り物。バシロサウルスは、約4000万年前の新生代古代3期の海に生息していた原始的なクジラ類で、体長は約15から18メートルで、現代のクジラと違い、蛇のように長い体を持っていたわ。確かにこれは、胴体の骨が長ければシーサーペントと信じちゃいそう。買い取ってしまったプロイセン王と艦長には同調してしまうわね。次に紹介するのはロック長よ。ロック長？ドラクエにそんな名前のモンスターいなかった。ロック長は中東の伝説に登場する巨大な怪鳥で、あのアラビアンナイトにも登場するわ。その起源は定かではないものの、8世紀初頭にアラブ人が書いたものによると、実在する鳥がモデルになったという説があり、ベネツィアの商人マルコ・ポーロがアジア諸国で見聞したものをまとめた東方見聞録では、ロック鳥のモデルになった鳥はマダガスカルにいたという口述があることから、17世紀頃まで実在した巨大な鳥、または絶滅した大型の鳥類ではないかと言われているわ。ふん、大きな鳥ってたくさんいるし、これは実在した鳥なんじゃない？ロック鳥は翼を広げると全長46メートルあったそうよ。え？でかいってレベルじゃないじゃん。というかよく見ると象掴んでるし。そう、ロック鳥は尋常じゃないレベルの巨大怪鳥であり、象などの巨大生物すら簡単に掴み上げて地面に叩きつけていたという伝説が残ってるわ。過去に絶滅してしまった古代生物を調べても、これほどまで巨大な鳥はいないものの、東方見聞録の中では、アフリカのマダガスカル島にいたエピオルニスではないかと推測されたわ。エピオルニスは、鳥類史上最も体重の重い鳥で約500キロ、頭頂までの高さは約3メートル以上。ダチョウのような地上を走る鳥類の一種ではあったものの、ロック鳥には遠く及ばないわ。この鳥でもとんでもないでかさだけど、翼がないよね。そうね、その部分に無人があることから他の説もあり、ユーラシア大陸南西部からアフリカ大陸北部に生息するヒゲワシではないかとも言われ、こちらは全長115センチ、翼海長3メートル近くにもなる巨大な鳥なのよ。46メートルの鳥はさすがにありえないと思うけど、3メートルの鳥も飛んできたら命の危機を感じそうだよね。次に紹介するのはドラゴンよ。お、待ってました。古くからヨーロッパ圏の神話で実在すると言われた伝説の生き物ドラゴン。翼の生えたトカゲのような見た目で、西洋の様々な伝承に登場しており、キリスト教では悪の象徴として7つの大罪である憤怒を主張する動物としても扱われるわ。あと火とかも吐いたりするイメージあるよね。これまでもいろんな動物の化石などがドラゴンの化石だと勘違いされてきた歴史があって、かつてのオーストラリアのクラーゲンフルトではケブカサイの骨を、その昔町を混乱に陥れたリンドブルムというドイツの伝説のドラゴンとして展示していたわ。他にも石炭紀に栄えた植物リンゴクの化石もドラゴンの鱗の化石と考えられていたわ。1851年にはリンゴクの幹の化石がドラゴンの鱗の化石として展示されており、アジア圏でも発掘される恐竜の牙などが竜やドラゴンなどの化石と間違われ、竜の骨には神聖な力があり、病気を治すと東洋医学では信じられてきたわ。今は恐竜が昔いたことが分かってるから間違いって分かるけど、恐竜を知らない状態で巨大な骨を見たらそう勘違いしてもおかしくないよね。最後に紹介するのは巨人よ。え、もしかして壁を壊したら出てきたとか？進撃の巨人に感化されすぎでしょ。現代の人間よりも巨大な巨人が地球に存在したという噂は昔からあり、これまではマンモスなどの巨大な動物の化石が人骨だと考えられていて、近代ではオカルトやミステリーの一種として巨人の人骨を写した写真などが出てくるものの、そのどれもが加工されたものであり、実在するかどうかは謎に包まれていたわ。調べたら加工でがっかりってパターンばかりだよね。しかし学者のジェームズ氏によると、この一連の巨人騒動のきっかけになったものがあると話し、1724年にスイスの医師が出した洪水を目撃した男という24ページの論文が原因と指摘したわ。この論文ではスイスの A 人間近郊の湖底で見つかった化石がノアの箱舟ができる前に存在していた古代の巨人だと語っているわ。ノアの箱舟？ノアの箱舟は旧約聖書に登場する大洪水にまつわる物語なんだけど、アダムとイブが誕生して地上に人間が増えると、人間は
次第に神を無視して好き勝手するようになり、それに怒った神様が限界になり。はあ、もう堪忍袋のおが切れたわ。どいつもこいつも言うこと聞かないし、悪さばっかりしおる。こうなったら人類は一遍リセットじゃ。地上を全部洪水で流してしまうぞ。と、洪水で地上にあるあらゆるものを流してしまうことに決めたわ。神様超ブチギレじゃん。しかし、人間の中にも一人だけ、神様に従順だったノアという真面目な人物がおり。今から洪水起こすけど、君だけは助けてあげるね。だから君の家族と、いろんな動物のカップルを一組ずつ箱舟に入れて乗せてあげてね。箱舟の設計もしておいたから、あとはよろしくねー。いろいろと急展開すぎない？突拍子もないことを言い出した神様にも従順なノアは箱舟を作ると、宣言通り洪水が起こり、世界のあらゆるものは海の底に沈んでしまった、という伝承があるんだけど、当時は宗教と学問が密接に結びついている時代でもあったため、古代人の化石であるという主張も、1787年まで正当なものとして扱われていたんだけど、後に古生物学者のジョージ・キューバー氏が巨大な両生類の化石であることを突き止め、巨人の化石説は否定されることになったが、巨人じゃないのは残念だけど、そういう話と結びついているのは面白いよね。変な生き物チャンネル。以上が実在すると言われた伝説の生き物の化石についての紹介よ。結局伝説の生き物がいないって分かっちゃったのは寂しいけど、化石からこういう生き物なんじゃないかって想像するのは楽しいよね。そうね。科学が発達した現代では骨が発掘されてすぐにその正体が分かるようになった反面、あんな生き物じゃないか、こんな姿じゃないかと想像する楽しみは薄くなってるかもしれないわね。でも化石が見つかるたびに古代を知るための新たな手がかりになるかもしれないし、地球のすべてを掘り起こしたら今回紹介した伝説の生き物の化石が見つかるかもしれないわよ。まだまだ希望があるかもしれない。ひょっとしたらこの家の下にも巨人の骨が埋まっているかもしれないからね。それはちょっと怖いんだけど。ふふふ、冗談よ。